今日から日本代表の第二合宿始まります。先週は10日間ぐらいにみんな選手たち集まって、なんかいい雰囲気、いいバスケットをやりまして、でこれからもっと、まあ、レベルアップすると、ああいう雰囲気がついていきたいです。まあ、目標は変わってない。もうオリンピック金メダルを取りたい。大きい高い目標ないだったら多分そこまでいかないかなと思う。無理と言葉は大嫌い、あんまり好きじゃないです。ホーバスヘッドコーチが金だと、6連覇しているアメリカを、皆さんもご存知のように閉会式の日、女子の日本代表はファイナルを戦う、このイメージを持って我々は進んでいくんだ。先日も実は川淵キャプテンとも話しまして、川淵さんはチームスポーツで5つのメダルを取るんだということで、いろいろ活動されてきたという話の中に、ありがたく我々の女子のこの代表のメダルをカウントしていただいてます。来年東京オリンピックがあって、ヘッドコーチからは、昨年その前から、オリンピックで金メダル取るっていうのは公言しているので、選手たちがそれにどれだけ近づけるかっていうのもそうですし、もう選手の心の中にはしっかりメダルを取るっていう、金メダルを取るっていう覚悟っていうのは、一人一人が持ってこの合宿に臨んでいると思うので、そういったところはまだこう話はないですけど、うちに秘めてるっていうものはみんな一緒だと思ってます。次はもうオリンピックではスタートとして日の丸を背負って金メダルを取りたいと思います。まあ、オリンピックの前のシーズンなので本当に大事な合宿っていうか大事な年だと思うので、やっぱり、チームとしてもステップアップしないといけないと思いますし、個人としてももっともっとレベルアップしていきたいなと思ってます。届かない目標ではないと思うので、今まではちょっとぼやっとしてた感じだったんですけど、去年のその世界選手権だったり、そのゲームの出だしで崩れちゃったとか、その試合にならなかったわけではないので、だから手に届かないところではないと自分は思ってるので、そういうのをそのまだ若い子たちは分かってないかもしれないんで、そういうところの意識を統一して、しっかりみんなが同じベクトルに向かっていけるようにやっていきたいなと思ってます。チームとして東京オリンピック金メダル取るために、本当にこのままじゃダメだと思うし、一人一人がこう成長していくことでチームの目標にも近づくと思うので、私個人的にももっともっとレベルアップしていけたらいいなと思います。私は小さい頃からこの日本代表というユニフォームを着てこうオリンピックで活躍したいっていう、こう夢をずっと持ってきてて、それがこの2020年の東京オリンピックで開催されるということで、自分自身まだまだ力足らずだし若いし、もっともっと頑張らなきゃいけないんですけども、小さい頃からの夢なので、それをやっぱり目標を持ちながらこう日々練習頑張りたいと思います。バスケットライブ。